ミニオンハチャメチャライドは世界のユニバーサルパークスリゾーツにある怪盗グルーシリーズをテーマにしたモーションシミュレータータイプのライドアトラクションである2012年7月2日プロダクションセントラルにオープンした前身となるアトラクションは2011年8月18日にクローズしたジミーニュートロンのニックトゥーンブラストかつては ミニオンゴーグルをアトラクション内で使用していたが2019年7月19日にアトラクション内の映像を 3D 映像から 2D 映像に変更したため廃止された2014年4月12日アッパーロットにオープンした前身となるアトラクションは2012年12月31日にクローズした T 2 3D バトルアクロスタイム シアター前方に設置されている横52フィート縦36フィートの緩いカーブ形状の複信曲線スクリーンに 4K 映像が投影される。フロリダ同様、かつてはミニオンゴーグルをアトラクション内で使用していたが、2019年、初めに 3D 映像から 2D 映像に変更された。前日にはグランドオープニングが開催された。会場には、 レッドカーペットにちなんだイエローカーペットが敷かれ、ミニオンや主要キャラクター、その声優を務めたキャストが登場した。プレスイベントではライド映像のプロジェクトディレクターを務めたジョン・コルフィーノが会見を行った。また、ロサンゼルス市の市長であるエリック・ガルセッティも出席した。2017年4月21日、ミニオンパークにオープンした。前身となるアトラクションは、 2016年5月31日にクローズしたバックトゥ・ザ・フューチャー・ザ・ライド直径20メートル超えの巨大ナノシームドームスクリーンに世界最新へ高性能レーザープロジェクションシステムを使ったハイブリッド 5K の映像が投影されミニオンの素肌まで鮮明に見え目に映るすべての世界が現実に起こっているような錯覚に陥るこのシステムを採用しているのは ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのみとなる。また、アメリカの2つのパークと異なり開業当初から 2D 映像であるためミニオンゴーグルは使用されていない。また、この施設内にはスポンサーである日本航空の JAL ラウンジが併設されており、JAL ダイナミックパッケージの利用者及び JAL マイレージバンクダイヤモンド、JAL グローバルクラブプレミア会員が利用できる。 2017年6月26日にはオープンから2ヶ月で体験者数百万人を突破した。2011年3月、ユニバーサル・スタジオ・フローリダはジミー・ニュートロンのニックトゥーン・ブラストが本アトラクション建設のためにクローズすることを発表した。同年4月1日に季節運行を開始し、8月18日に正式にクローズした。4月14日、ユニバーサル オーランドリゾートは Facebook でティザーキャンペーンを開始し、本アトラクションの発表に向けて毎週ヒントを公開していた。5月19日、ユニバーサル、オーランドリゾートのライブ中継で、本アトラクションのオープンが正式に発表された。建設は8月中旬に始まった。数ヶ月にわたる建設期間を経て、2012年6月9日のソフトオープン後、 7月2日に正式にオープンした。ショップ、スーパーシリースタッフは5月にアトラクションに先立ってオープンしていた。2013年3月11日、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドは2014年に本アトラクションをオープンすると発表した。この発表は当時クローズした T2 から 3D バトルアクロスタイムを怪盗グルーシリーズをテーマにしたアトラクションに 置き換えるという一連の噂に続いて行われた。後に周辺のエリアがスーパーシリーファンランドをテーマにしたものになることが明らかになった。ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドの本アトラクションは2014年3月20日にソフトをオープンし4月12日に正式にオープンした。アトラクションの周囲エリアはスーパーシリーファンランドをテーマにしている。2015年7月 アトラクションの上に、スチュアートの像が混流された。2016年6月20日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2017年に、バック・トゥ・ザ・フューチャー・ザ・ライドをクローズさせ、本アトラクションをオープンすると発表し、同年5月31日にクローズした。本アトラクションで投影される映像は、前身のアトラクションでも使用されていた、IMAX ドームスクリーンに対応するため、 巨眼レンズを使用し、より高画質でより高いアスペクト比で制作し直された。4月21日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにオープンしたものが、本アトラクションの最新バージョンとなる。本アトラクションは、3回目のプレショー映像や、より没入感のあるアトラクション体験、より広い視野など、他のライドよりも多くのコンテンツを誇っている。また、日本版のみ、3D ゴーグルが、 元から存在しなかった。2019年5月、ユニバーサルパークスは 3D 映像を廃止することを発表した。7月18日オーランド版もそれに倣って 3D 映像を廃止することを発表した。この変更について、ユニバーサルは一貫してゲストの体験を評価し、洗練させていく。本アトラクションをこの方法で体験していただけることに興奮していると述べた。 マッチ列では、ミニオンになるためのクイズ、キャラクターのプロフィール、映画のシーンなどがモニターに映し出され、ミニオンたちの様子を知ることができる。一つ目のプレショーは、グルーのリビングルームで行われる。ゲストがリビングルームに入ると、グルー、マーゴ、イディス、アグネスの4人が、遠隔カメラを通して、ゲストを迎え入れ、ミニオンになるための訓練についてのプレショーが始まる。グルーは、 ミニオンズの仕事内容などを教えてくれる。その後、カメラの電池が切れたところでゲストに研究室に進むように指示する。二つ目のプレショーはグルーの研究者で行われる。研究室に現れたグルーは、ネファリオ博士が開発した人間をミニオンに変えることができる装置についての説明を始める。開発当初に不具合が生じたことも説明されるが、現在は、 その不具合はすべて修正されたという。次に、人間のウイルス持ち込み防止のため、高密度レーザーを用いたゲストの身体検査が行われる。しかし、致命的なエラーで中断される。スキャンしたゲストの中に一週間シャワーを浴びていない人がいることが判明する。また、そのゲストを含め研究室から抜け出そうと考える。ゲストには、おなら砲を発射するという。ミニオンズは泣きながら、 グルーに辞めるよう懇願し、マーゴ、イディス、アグネスはゲストに安心するように語りかける。彼らの忠告を無視し、おなら砲が発射されるが、実際にはバナナの香りの砲弾が放たれる。アグネスはグルーに渡したいものがあると話しかけるが、グルーは時間がないからと後にするようにお願いする。彼女らはゲストの訓練の手伝いに参加したいと懇願し、グルーはやむなく承諾する。 アグネスは今日がグルーに引き取られた記念日にもかかわらず忘れられたのか心配になりながら彼女らは研究室を後にする。その後グルーの助手によってライドへと案内される。ライドが発射すると装置でゲストはミニオンへと変身し訓練が開始される。ミニオンの訓練所へとやってきたライドは体力、スピード、生き残る能力を訓練するため トランポリンや、生えた時、レーザーなど様々な障害を通過する。次に、問題解決能力と協調性を訓練するため、ミニオンズが橋を作り渡ろうとするが、バナナの誘惑に釣られてしまい、制限区域である爆弾輸送エリアへと迷い込んでしまう。その時、爆弾の衝撃でアグネスが用意したグルーへのプレゼントを落としてしまう。プレゼントを取り戻すためにエリアを、 右往左往お駆け巡る。グルーも駆けつけるが、エリアの仕掛けに引っかかってしまう。エリアの仕掛けによって跳ね飛ばされたグルーたちは、反重力リサイクルルームへと迷い込んでしまい、宙に浮いた状態となる。アグネスはプレゼントから手放してしまい、プレゼントを取り戻そうと一人で、ルームの中を進んでしまう。そんな中アグネスをグルーが、ま一発のところで救出するが、その衝撃で、 反重力がなくなり、グルーたちは真っ逆さまに落ちてしまう。そこにミニオンズが結集し、彼らを救助する。グルーはアグネスからのプレゼントを受け取り、アグネスは一連の騒動のせいで、プレゼントが潰れてしまったことを謝るが、グルーは彼女らのために遊園地を作ったことを明かす。ライドは遊園地を駆け巡り、広場へと着地する。しかし、その衝撃で装置が作動してしまい。 ゲストは再び人間へと戻る。グルーは新たな訓練生を探すため、ゲストは乗り場へと送り返される。ありがとうございます。